こんばんは。情報技術研さんファンレベル12、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。どうも。こんばんは。今日配信ないかと思った？やれますよ。うん、今日方も442人。サンロータさん。サンロータさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。あと、チャンさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。多分起きた？寝てなかった。さっきご飯食べてた。久しぶりにさ、ホットモット食べた。最近食べてなかった。ホットモットの、九州チキン南蛮。はい、食べた。虹色のサラさんファンレベル18、ありがとうございます。ありがとう。あやべん？あやべんじゃないじゃん。違うじゃん。いや、めっちゃごめんしてた。もつぶちゃんさんファンレベル11、ハンドハンマーさんファンレベル19、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。もっともっと美味しいよね。久しぶりに食べた。チキン南蛮。こんばんは、たま。今日のご飯、ホットモットのチキン南蛮だよ。で、食べた。うれしーさんファンレベル14、シンジーさんファンレベル21、キズナさんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。一気に上がった、3人が。ありがとう。こんばんは、たま。お疲れ様です、お疲れ様。こんばんは。え、めっちゃ暑くない今日。暑いんだけど、部屋が。こんばんは。どうもこんばんは。スタバの新作、いちごバナナフラペチーノ。まだ飲んでないよ。飲んでない。スタバ行ってない。インタさんファンレベル13、ありがとう。ありがとうございます。初物の方もありがとう。それはタムが可愛いから？どういうこと？どういうこと？どういうことよ。タマザラシキョウカちゃん。長いな、名前。こんばんは。ハンバンコ？逆になってる。こんばんは。どうも。こんばんは。ひろばしゃんかにはありがとう。こんばんは。どうも。よいしょ。こんばんは。今日青い服着てるからなんか画面がオレンジっぽいな。どうしたら。なんかこの子着ると細かくなっちゃうんだよ。もういいか。ヤクタさんファンレベル19、ありがとう。ありがとうございます。明日朝から雨なの。嫌だな。過ごしやすいみたいだけど。あ、気温は？雨嫌だな。人たらし強化ちゃん。どういうこと？ただし、あんまあまあとも。赤くなる、そんな感じ。いつもよりオレンジっぽい感じになってる。この子着るとそうなるんだよな。一日雨なのやだな。明日の雨終わったら暑くなるの？それも嫌だな。うん。最近ホットモット食べてない。私も久しぶりに食べたホットモット。こんばんは、どうも。野田さん、青の時代？今日は青。多分もっともっと白いのに。これ着てるから、ちょっと茶色く見える。なんか、画面から近く行った方が、白っぽく見えるかな。画面がいつもぐらい。黄色いんだよな、今日。うん。ソロ系の予定がスタジオになりました。スタジオ撮影になりました。明日雨だからか。そんな雨降るの明日。こんばんは、どうも。コロちゃんさん100回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。花火はそう、もうない。終わっちゃった。終わっちゃったよ。ちょい雨降ってきて、あ、もう雨降ってんの？あ、よかった、さっき。もっともっと買いに行った時、降らなくて。うん、高橋さんファンレベル14、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。ほら、いつも何時頃？配信が終わった後？かな。私の前に入るときもたまーにあるけど。こんばんはー。どうも。
年の夏はラニーニャ、ラニーニャ現象デモ、しょべ、つく。ラニーニャ現象。なんだそれ。猛暑日、暑いの今年は、嫌だなぁ。さっき映り渡した時の顔可愛かったよ。店員さんだったもしかして。お風呂配信するわけないでしょ。今日の雰囲気は25歳には見えんよね。いつもより若くいるよ。25じゃないのよ。21なんですよね、私。こんばんは、どうも。こんばんは。ケンセイ、マキーさん、ファンレベル16、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。雨ざらしを意識してその色？いや、特に意識してないけど。基本的にいつもお風呂12時過ぎかな。うん。このぐらいかな。アンダさんが言うとラニーニャが可愛く覚える。でも熱くなるんでしょ？じゃあやだよ。エンデイジル面白い。面白くないよ。アットモットの消しチキンナンバー。あ、デリバリーないんだ、あれ。普通のやつしか。あ、知らなかった。そうなの？こんばんは、どうも。こんばんは。たまん。今日多分シャワーで、シャワーだけ。ですな、基本。こんばんは、どうも。やっほー。まあ本当に年齢不詳だから困る。21なのよ、私。21なんですよ。こんばんは、どうも。こんばんは。BMI どのくらい？あ、体重と体脂肪率出てるやつ？いや、わかんない。このぐらいか。すずさん、ホロ、あ、ホロか。ありがとうございます。ありがとう。ファンレベルが通った。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。私の骨格なんだろうな。わかんない。ストレートかな。わかんないけど。ね、見てもらったことない。24歳です。違います。21ですから。やってください。こんばんは。ほんと私、だとか言わないの。年下？年下だったら中学生ぐらいってこと？違うよ。21ですから。宮城県とホットモットお願いします。あ、そうなんだ。あ、まあまあ、だもん。温泉県民なのにシャワーだけど。そう。温泉行ったらさすがにさ、浸かるけど。家でだったら、シャワーだけだね。逆に、だから温泉行った時に使うみたいな。家だったの使う。こんばんは、どうも。筋肉愛好家さんファンレベル15、ありがとう。ありがとうございます。去年の検診から 9.2 キロ減量。おぉ。めちゃ痩せてんじゃん。すご。こんばんは、どうも。僕は12歳年上。じゃあ、33?34?33 か?34? 私22の年だから、まだ21だけど、34ってこと？あ？マックのヨーロッパバーガーズをまだ食べてないよ。それ最近じゃないでだろ。マック最近行ってないや。行ってない。見た目は子供、頭脳の子だわ。バカにしてんな、それは。こんばんは、どうも。安心欲的なのも、しないっす。一人も年下やと小学生、やばすぎ。なわけないだろ。小学生なわけないだろ。こんばんは、どうも。はじめまして、え、違うでしょ50歳も離れてるの？どういうこと？が小学生の確率 5%、 5% もないよ。ゼロです、ゼロ。なんで 5% もあんの？こんばんは、どうも。沖縄の昔の家は浴槽がない。あ、そうなの？私の家別に浴槽あるんだけど、使わない。発見です。何？発見です。何ですか？ミス。
二の目の方ありがとう。こんばんは。だもん。リップどこ、ここでか。あつもの方もありがとう。こんばんは。ヨーロッパバーガーズは魔女のお届け物らしいけど、多分のお届け物、私からのお届け物、私からの。うん、私からのお届け物はないですよ。ないです。ヨガちゃんってインテリ、インテリでも勉強してないもん。わかんないよ、もう。忘れたよ。派遣ですよね。あ、そういうこと、派遣です。そういうことね。この焚き火はないですよ。ないです。こんばんは、だもん。あれ見つかった、ねるねるねるね、シュガーコーン。え、なかった。まだスーパー行ってないんだよね。今日コンビニ行ったから、見てみたけど今日も。なかったね。ねるねるねるね自体が。あつもの方、二度目の方ありがとう。こんばんは。たま。たまはインテリア。別の意味なのよ。置物になっちゃう。温泉入るための入浴セット。え、大分県民だったら大体持ってるんじゃない？私の家もあるけど、なんかちっちゃいカゴにシャンプーとかいろいろ入ってるやつ。こんばんは、どもん。でもおそらく東大生の友達なんでインテリです。確かに、ひなこ、自称ね、自称東大生だから。こんばんは、どもん。星くずってパスだっけ？見てないですね。見てない。こんばんは、どもん。うん、入浴セットは車に常備。全然もう、家、常備してるわ、家に。2セットある。お父さんと弟用と、その、妹とお母さんと私みたいな、分けて。こんばんは、どもん。なんかこの家庭教師受けたい。家庭教師？いや、教えるほども私がわかんないよ。こんばんは、どうも。二度目の方、ありがとう。前はハーバード大学だから少しマシになった。今なんて言ってんの？今、ひなこ。わからないけど。ヨガちゃん、釣ってください。釣れないよ、私は。無理よ。スーパー銭湯好き。スーパー銭湯、あ、でも楽しいよね。たまに行くと。そんなしょっちゅうは行かないけど。たまに行ったら楽しい。かわいい。しゅけんさんコメントありがとう。ありがとうございます。ね。今日何軒か回ってヨーロピアンシュガーコーンのねるねるねるね味買ってきた？スーパー行くか、今度。明日行こうかな。行けたら。ねるねるねるね。美味しそう。なんか、その、ねるねるねるねのヨーロピアンシュガーコーン味よりも、ねるねるねるね味のヨーロピアンシュガーコーンのが美味しそう。こっちのがなんか美味しそう。こんばんは、のもん。今は東京大学理さん。さすがだな、ひなこ。こんばんは。今は27キロの友達なのでマスターです。あ、私もマスター一緒に？キャリーだ。あ、友の方ありがとう、こんばんは。相変わらず後ろのミドネシア気になる。ネシ。ネシ今日もいるよ。あつもの方ありがとう、こんばんは。まだねるねるねね作る配信。あ、あったらいいけど。ねるねるねるね。なんだっけ、ヨーロピアンシュガーコーン味の。それがあったらいいけど。ないからな。ひなこが東大生だから、たぶんが、あ、ひなこから教わる？そういうこと？いや、いいかな。何を教わんねん、私。大学生でも、大学受験とかでもないのに。何の勉強すんの？あつおもの方ありがとう。こんばんは。二度目の方もありがとう。こんばんは、どうもー。サウナとか、サウナ行ったことない。わかんないよ。どうなんだろうな。好きかわかんない。チョコボール開封配信はやらないかな、一旦。
いやー、今いいよ。犬主、ほこりかぶってないはず。大丈夫。おまんまだもん。雨の中ねるねるねるね探しに来る、なんかかっこいい。いや、明日用事があるからどうせ出なきゃいけないのよ。だから、ついでに行こうかなっていう。サウジはある？サウジって何？サウジって何？何ですかそれは。チョコボールにねるねるねるね味出るかな。そこもコラボするかな。もういつもねるねるねるね。何が言いたいんだよ。誰がぬるぬるだよ。言うてないの、ね、一言も言ってないのよ。うん、こんばんは。もっ山田さんにねるねるねるねをしたいだけ。あ、そういうこと？そういうことなのか？ぬるぬるぬるね。意味わかんないよ。意味わかんないよ。にやにや。何ですか？何ですか？こんばんは。ねるねるねる。寝る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 、うん、めっちゃ寝てるじゃん。苗がツルツル頭言ってないのよ。言ってないのよ別に。お疲れ様です。お疲れ様。どうも。ちょっとリップクリーム塗ろう。こっちが、あ、あれ塗ればいいか。こっちの透明なやつじゃなくてこれの上のとこ塗ればいい。めっちゃ落ちてる。一回乗ろう。チョコボール買ってないの最近は。チョコボールそんなしょっちゅう買ってないですよ。買わないよ。買わない。毎日食べてるイメージ？毎日食べてないよ、チョコボール。昼配信してたじゃん、今日。してたじゃん。今日のお昼配信もねるねるねるねで？ね、すごい嘘だった？私、嘘じゃなかったよ、別に。普通に半から。今日15分からじゃなかっただけよ。こんばんは、だもん。こんばんは。うん。ちら、こんばんは、どうも。誰が頭クロクロパー言ってないのよ。言ってないの。呪文寝ちゃダメ。確かに呪文みたい。ねるねるねるね、幼稚園までを探しに行く Vlog。撮らないよ。こんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。こんばんは。チョコボールはちょこっとだけ。今日も言ってんな。こんばんは、どうも。やっほー、こんばんは。よいしょ。こんばんは。今日のお昼配信めちゃくちゃ楽しかったよ。お疲れ様。楽しかった？めちゃよかったよ。こんばんは、どうも。言い訳か。え、ほんとだよ。ほんとに。お昼ご飯何食べました？お昼ご飯結局食べてないよ。食べてないですね。爆笑でした。どういうこと？
寝る寝る寝るね、聞くと眠くならない。眠くならないってこと？聞くと眠くならない。どういうことよ。よいしょ。こんばんは、もう。え、腹減るやん。え、でも食べたかった。夜ご飯はいっぱい食べたよ。あの、チキン南蛮と、あとさ、あの、ホットモットのね、ホットモットのチキン南蛮と、あとホットモットにさ、ミニうどんっていうのが売ってるの、ちっちゃいうどんが。あれ食べました。冷たいやつ。こんばんは、どうも。お疲れ様です、お疲れ様。明日は九州だめ。あ、そうなの？大雨。タルタル、タルタルだよ。でもチキン南蛮だけど、九州チキン南蛮。2種類あるじゃん、ホットモットのチキン南蛮って。九州チキン南蛮の方が好き。なんか、タルタルソースがめっちゃクリーミーなの。クリーミーで。めっちゃ美味しい。うーん。俺がよりお昼寝なし、あ、お昼寝したけど、眠かったから。チキン南蛮の商品番号。商品番号？わかんないよ。わかんないわかんない。そんな、ホットモット買う人じゃない。わかんない。久しぶりに食べたホットモット。ホットモットの海苔弁たまに買う？確かに海苔弁美味しいよね。ホットモットのやつ。わかる。ち？なになんで下落ちすんだよ。ジューシューチキン南蛮の方が好き。そんなんないですか？チキン南蛮。朝方？朝方？だから南蛮。かけてたのね。気づかなかった。チキン南蛮ご飯おもりじゃない。ご飯はなんか家に冷凍したやつがあったから、おかずしか買ってない。チキン南蛮一つしかありません。そう、九州は2個しかない。だから、初めてさ、東京でメニュー見た時にびっくりした。びっくりした。なんか前にさ、お仕事の時にお昼ご飯ホットモットにしますみたいなんで、でも好きな、なんか、欲しい商品をなんか、送ってくださいみたいな感じだって。チキン南蛮がさ、2つあってびっくりした。何が違うの？タルタルが違う。なんか、九州の方がクリーミー。クリーミーなんで、美味しい。実家を当てていた、いや、実家で、あの、タルタル家でタルタル作ったことない。いいの？マヨネーズよ。家でさ、タルタルソース出てくる？出てこないんだけど。マヨネーズですね。のり弁のちくわの磯辺揚げ。あ、美味しいね。ちくわの磯辺揚げ。わかる。美味しい。こんばんは、どうも。基本的に飲むのは水だから、冷蔵庫に飲むのは水しかない。いや、冷蔵庫はね、最近カフェオレ用の、あの、牛乳と、コーヒーがある。くらいかな。あとなんか、その、冷蔵庫のさ、あれじゃん。あれところに、なんか、ケチャップとかさ、そういう調味、ウスターソースとかなんかそういうソースがいっぱいあるから、もう埋まっちゃってて、置けない。全然。もっともっとで、ドラえもんの人食べたことあるよ。かわいいよね。ありますよ。ちっちゃい頃。みんなホットモットの中オーベルジーヌ頼めるわけないでしょ。頼めないよ。でも厳選されて水道水、水道水飲んでる。水道水。こんばんは、どうも。唐揚げにレモン汁。かけたりかけなかったり。酸っぱすぎるのはやだから。こんばんは、どうも。気分ですね、レモン。かけない時もある。ちょっと待って、原因近いちゃった。たまドラミちゃん弁当。あ、何が違ったっけあれ。おかずが違うんだっけな。ちょっと、どっちかわからない。T シャツがドラえもん色に見えてきた。確かに。一緒のような感じだ。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。いつもの方ありがとう。こんばんは。カモン。今日は配信12時までの予定ですね。ちょっと明日朝から用事あるから。今日は、追記しない。うん。こんばんは、どうも。
はタムヤモンドラえもんから朝から、じゃ朝から用事あるんだよ。旅行してます。どこだ、むずいな。国内ですか、海外ですか、どっちですか。タップ、ん、タップウォーター、なんだそれなんだそれ。いや、明日朝早起き。イカタル弁当、タル、マシマシ。イカタル弁当とか、イカ？ねえ。ヨガさん行ったことないかも。国内です。国内？東北とか？どこにいるの？わかるわけないだろう。わかるわけない。お疲れ様です。お疲れ様。俺とのデートがあるもんね。俺とのデート？あったっけ？あったっけな。朝に起きるのか今日。起きる、起きるよ。起きないと。あ、波動旅行って言ってた？北海道？北海道かな。寝ずに行こう。いや、寝るけど。寝るけど。めっちゃアラームかけとく。北海道にいるの？いいじゃん。北海道って言いそう。いいよ。涼しい。え、長袖なの北海道って今。嘘。明日の昼飯さん、明日昼飯にするつもり。お昼。昼飯するつもりです。カラオケしよっかな。今は、アラームがあっても心配あ、ちょっと明日、用事あるから。夜の配信了解？いや、寝る暇ないよ。朝用事あるから。そのままやるんだよ。こんばんは、どうもー。お土産買ってくるね。鹿の顔の壁にかけるやつ。いや、困るなもらってもよ。目覚まし何個？いっぱいかける。何個かわかんないけど。ドラモちゃん、ドラえもんランチとドラミちゃんランチ、中身同じって、布団デザインが違う。あ、そうなの？え、中身同じだったっけ？違わなかったっけ？嘘。と思っと、喋よう。お、と、メニュー。お弁当メニュー。あ、ほんとだ、一緒。え、一緒だったんだ。知らなかった。私何食べたことあるかな？ふりかけか、カレー。ちょっと覚えてないけど、でもなんか食べたことあるよ、これ。食べたことある。どっち食べたことあるか、ちょっとか。違った気がしてた。こんばんは、どうも。なんで今18度くらいなの？涼しい。めっちゃいいじゃん、今。北海道は G いないらしい。え、G いないの？最高じゃん。北海道移動はいる？その代わり？怖いな、私。アゾムの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうも。どうも。なんだっけ、これ。福岡だっけ？なんちゃらのタルスケのイカタル弁当はタルタルソースの、量がすごい。あ、そうなの？そんなたっぷりなの？誰が？誰がゴリラだ？どういうこと？どういうこと？こんばんは。もう、G 見たことないけど、なんか G は泣かないと、飛んでくるんだよ。あいつ、あいつ飛んでくるんだよ。あ、オウムタって言うのこれ。むずいわ。オウタム逆だ。うちの近くはクマさんたまにで、会ったことないけど、怖っ。いるんだ。危ないじゃん、気をつけないと。うん。こう
どうかな。何がいいと思う？何がいいと思う？うちの冷蔵庫に白くもおる。美味しいやつだな、そっちは。白くもはそのなんかアイスかき氷さはあんま好きじゃないけどさ、かき氷があんま好きじゃない。でも中に入ってるさフルーツとか好きだね。こんばんは、どうも。野菜ブラザーズ。ブラザーズ。シスターズね。こんばんは、どうも。九州のクマは絶滅した。あ、そうなの？そう。確かに北海道ぐらいしか聞かない。クマ出る。サステナブルにする？こいつにちょっとわかんないよ。あ、そうじゃない。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。どうしようかな。サステナブルにしようかな。ソース。北海道で言えばサステナブル。確かに恋ちゅんじゃった。似てるけど違うのよ。恋ちゅんと混ざってる。マナゾさん作った？ちょっと歌える気がしないそれ。40年近く前、実はおうちで月のアグマがなんちゃらやってかは惑星が今も。あ、そうなの。クマと戦ってみたい。すごいな、チャレンジャー。カンタムさん、100回目の方もありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。サステナブル。サステナブル入れよう。こいつんとこいつん。こいつんって略すのあれ。こんばんは、たまん。海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いてたから、悪いかなってした。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれっきりこれっきり悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれっきり会ってない。このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでさせて。君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さを寂しく思う僕の考えすぎだって、笑われるだろうか。そばにいた君への思いは永遠だ。時がそう
過ぎ去って日はもう沈まない、好きでいた、またいた、一度も忘れた日はない、今の僕にできることは好きでい続けること、自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ、どんな風に思われてもいい、もう一度もう一度君を誘いたい、あれっきり、あんなこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない、どんなことあったとしても僕は変わらないぜ、あれっきり会ってない、このまま忘れられるものか、そう本当の気持ちだから、ずっと好きでさせて、好きでいた、これからもずっとありがとう、携帯来てた、以上、こんばんは、映画回想するわ、パチパチ、ありがとう、ありがとうございます。ポコポーズさんファンレベル15、ピュアコンさんファンレベル17、アベイさんファンレベル15、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、めっちゃ目が、今日は何時まで？今日は12時まで寝てる最初。うん。今日買ったもつ443人。ギリギリみやちゃんさん。2ヶ月ぶりありがとうございます。ありがとう。中みーさんも、レイボスターありがとう。あつむの方ありがとう。こんばんは。たぶん、結構徳島エヴァのセンタータム。めっちゃ可愛かったと思います。なかった？ね。悪き、あ、悪き言うた？久しぶりに。ヤマキーね。よいしょ。ヤマキー歌いますか。目が乾燥する。でも、あとちょっとしか言ってんのか。やっぱ目薬とかの夢が待って目薬さ、ちょいしょ、目薬刺した、もう全然入ってない、こんばんは、もうタマキンなのかワルタなのか、もしかしてヤマキどうしようか、まだ目かさすなんて、もう一滴刺すかちょっと待って、目が、
オーケー。ヤマキヤマトサーカスのイメージある？私大分公演の時はねヤマキだった。どうしようかな。ケンさん、ファンレベル17、ありがとう。ありがとうございます。2度目の方もありがとう。じゃあどうする、今日は大分ツアー、ヤマキで許可たむきな、長、超忙しくない？3文字のところを、これ何文字だ？7文字？7文字じゃない、6か。1、2、3、4。6文字？忙しいな、そこ。長。17、ありがとうね。ありがとうございます。ヤマキのかっこいい話。ヤマキにする。もう一つヤマキだったから。初音の方ありがとう。こんばんは。こんばんは、どうもー。マルキー。あ、うね。マルタブ？ジオン。ちょっと長いよ。歩き行くか出るかな、これ高いよね、これ。誰か分かんないよ、久しぶりに。かったもん。あね、だからリアルにタムネ確かにね、一番上だからね、長女だから、下3人いるからアルタム、ワルキーディ、ん？ヤマキーっていくか。歌詞見ながら歌ったら。肉を触らせてよ、どんな感じなのか。興味があるのよ、男の子。わかんなくなっちゃった。どんなだったっけ？いきなり始まった。こんな早かったか。こんばんは、どうも。今日のバッグなんだか重くて、そう誰かに持ってほしかった。だからちょっと頭を絞って、どんなんだっけ、ハートをついてみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの、ヤマキ。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの。女の子には興味津々。合ってる？ワクワクしてるわ、上腕にドキンってセクシーだね。これを持って男らしいマッチョがタイプよ。でも本当はそんな子だけど、わかんない。じっと見つめおだててあげなきゃ。何にもつないわ、コーチやらせてた。ちょ、わかんないな、よくヤマキ。筋肉に抱かれたいの、いつの日かどこかで私は。わかんない。わかんない、ちょっとわかんない。
様、お疲れ様です。お疲れ様。二度目の方ありがとう。わかんない。髪をかき上げながら試すように反応を見るわ。あー悪気じゃない。たくましさ見てみたいのよ。どんな感じなのか。ワクワクしてるわ。上腕にとぎってセクシーだね。全部持って。無理だ。不満はあるだもん。田辺さんの曲、ミルキーさんなんだよね、これ。最後。バロ聞いて言いかけちゃった。ダメだな。こんばんは、どうも。よいしょ。パチパチありがとう。ありがとうございます。会ったことはないよ。悪いプラスミルキーで悪いけ、悪いプラス許可玉で悪タボ、悪タボが正解なのかな。でもちょっと余っちゃう、ちょっと違う。こんばんは、どうも。やっぱり？なさそう。いや、あったとしても、ある？ないよね。ないないない。総選挙とかよ。打ってないよね、確か。二度目の方ありがとう。こんばんは。アルタムタムキ、キョカキ、ヤマキ、ウカキ、ウカキ。一番ないでしょ。もう一つツアーでやった時はヤマキ。アルタム。三人さんの時もね、いつかできるぐらいちょっと私が重くならなきゃ。どうありがとうございます。2度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。よいしょ。どうも。サニア VS タムティ戦えないよ。弱すぎて私が。じゃあゲームエペ練習しとくわ。なんかイベント出れるように、ゲームのイベント出たいからな。できるように。今じゃ下手すぎる。頑張るわ。お疲れ様です。お疲れ様。どうも。どうも。どうもどうも。こんばんは。今日は何時ぐらい？今日は12時までの予定ですね。どうもどうも。末っ子の青年、少女の妹が妖怪だ。え、青年さんって末っ子なんだ。そうなんだ。知らなかった。13時までじゃないですね。12時までですね。24時までですね。明日の13時までやるみたいな。違いますよ。24時。もうそろそろだけど。今日は早く寝なきゃいけないから。
た朝から4時があるんでね、ちょっと起きなきゃ今日こそ。昨日も早く寝ると思って結局ちょっと遅かったからさ、夜はまだまだこれから。やめてよ寝るんだから今日は。早く眠んでもそうしないと。ハム米？意味がわかんない。お米みたいじゃん。で、タウンワイって今日は始まって終わりたらすぐ寝る。絶対絶対ジョ、ジョノさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。初見です。嘘つけつけ。おまおま、もう布団に入ったら秒速で寝ない。いやね、寝れないの。だから、布団入って、ロジックしたりとか、なんかゲームしたりしてる。で、眠くなったら寝る。寝れる時もあるけど、眠すぎたら。ミスった？いや、それなら仕方ない。ミスった。こんばんは、のもん。こんばんは。なおこんばんは、たま。ごめんです。朝寝坊した渡り京香ちゃんが見えます。やめてください。ください。お風呂で、お風呂で寝ないよ、さすがに。危ない。大丈夫。寝ませんか。こんばんは。どうもー。やめてください。やめてください。やめてください。うん。よいしょ。こんばんは。たまん。たまんたまん。もう一曲くらい歌おうかな。なんか知ってるやつ。わかるやつで。何でしょうか。ダイソンネッツ。たまんばんは。たまんばん。たまんばんは。こんばんは、たま。お風呂寝たら危ないよ。知ってるよ、そのぐらい。知ってるよ。桜の木になりたい。なりたい。普通にお昼前に起きる、たぶん。起きる、たぶん。頑張って見えます。どういうこと？いや、だよ、明日ほんと起きなきゃいけないさ。その用事があるから。運転中信号待ち寝たかったら危ない、危ないよ。こんばんはだもん。後ろからクラクション鳴らされちゃう。進めって。くしゃみです。何しようかな。何しようかな。お答えわかるかな、自分が歌ってなかったところ。完璧グルのね。グルグルのね。あ、そう、もうイベントはね、30万ポイント達成してるんです。カタパチ行かないよ。行ったことないよ、パチ。こんばんは、どうもーん。なんかやっちまったなーってならない。大丈夫ですよ。こんばんは、どうもーん。完璧タムのね。よく。上から許可だろ。多いな、なんか私の名前入ってるやつ。うん。僕のイベント期間は出せるし、違いますよ。ちっちゃい子の一人でお風呂危険なんで気をつけて。
ちゃい子いないから大丈夫よ。いないから大丈夫。チームたもし、あ、久しぶりにそれにする。あり。